カートに調査を依頼し、問題が発覚しました。何かしらの意図を持って、必要にですね、そういう対処に工事をしているように見えます。事前の対策で 100% 防ぐというのはもう難しい。年金機構、そして東証を相次いで襲った標的型攻撃。情報処理推進機構の調査では、標的型攻撃の認知件数は年々増えており、その対策が急務となっています。こうした標的型攻撃は防ぐことはできるのでしょうか。情報技術の展示会で、ある最新技術が注目を集めていました。実は対応の鍵は外部からの侵入を防ぐことではなく、侵入したことをいち早く掴むことだといいます。こちらの画面は、この展示会場を飛び交う各社のネットワーク通信をリアルタイムで示しています。これ真ん中に K って出てますね。はい。ここの iOS からですね、今まさにセキュリティのアラートが出ているということを示しています。これ警告しかし、たくさんあります。非常にたくさんありますね。飛び交う警告の文字。数社のネットセキュリティ情報をリアルタイムで統合して危険性の高い動きをあぶり出します。この警告の文字が大きいほどウイルス感染や不正アクセスの可能性が高いといいます。さらに絞り込みます。例えば最初は日本っていう住所だったのが、はい、県になって、はい、町になってみたいな。そうですね、最後は一つの家単位まで行くというような。そういうことなんですね。疑いのあるパソコンにたどり着きました。さらに見ていくと、これがウイルスに感染しているプログラムであるということを突き止めたのです。いわばウイルスの見える化です。瞬時に会場内にウイルスに侵されたパソコンがあることを見つけ出したのです。ウイルスの動きを突き止めることで外部への情報流出を遮断することも可能だといいます。技術的にはこれでだいぶサポートできるとは思うんですけども、例えばこのシステムを入れても誰もオペレーションする人がいないと、それは対策にはなっていません。